ああ、ゴング鳴りましたか。動きませんね。普通の質問してます。普通の質問してますね。残しましたね。ああ、すげえよ。さあ、巷の夫婦喧嘩で見られる光景でありましょうか。石鹸なのなんなの投げているのか。さあ、危ない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 。気をつけてください。気をつけてください。大変危険ですってば。さあ、危ない。大丈夫か。さあ、ちょっと小林が怒ってますね。お客さんに当たったらアプディーンじゃねえかと、いうね、やっぱり客商売をやはり社長としてやってるわけですから。そうです。あと小林選手は関本選手みたいに野球やってないですからね。それがですね、野球やってたんですか。非常にすごくうまいんです。あ、そうなんですか。もうボールがシュルシュル言うぐらいね、打つし投げるし。意外ですね。いやいや、さあ行った、ショルダータックル。そう、さあトラスキックを返して、小林のラリアット、これも返して、付き合いません。付き合いません。付き合いませんね。アホな先輩だって顔してますね。はい、いやでもやっぱ沼澤選手としてはですね、京都が勝つというのが第一義ですよね。そうですよね。はい、まあ本当にさあお客さんの狂気から何を持ち出すになりましょうか。さあこの辺りどれを使うかというところにもポイントがありますからね。うわー。アンパイアじゃないんだから。これどうすんだよ。あ、やめてください。それは大日本の備品です。悪だ。笑わないで。まあオークションですね、はい、さあ数々のこのアイテムの中で何をチョイス、何を使います。本当にこれ三夜の人じゃないかと思うぐらい。さあ何か持ち、鉄ブラシ、ワイヤーブラシ、ワイヤーブラシ。これ普通鉄瓶とか、ま、磨くやつですよね、はい。さあ顔面がランプ鉄瓶のようになってしまいました。アブドーラ小林。さあ東北名物、さあ道の区名物のランプ鉄瓶をまず磨いた後は何を狙うんでしょうか。ょう、物色してますね。物色してますね。何か金になるもん、何かスチールか。危ない危ないって、ほんとやめろって。俺は危ない。小林選手がベビーフェイスになってしまいましたね。投げるなって。だから競技レコードなんて貴重ですよ。なんでそんなもの入ってた。誰のレコード。札幌のプロレス選手のオーナーだったらもう怒ってますよ。なんか割りました。バーッ、瓶です、瓶。もう古で言えばね、これターザン後藤あたりが。うわ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 ー、来てる来てる来てる。これ新人時代にて、山崎さんあたりに話されたんですかね。そうですね、はい、よくね、コップとか食う人いますからね、さあちょっと沼澤が危ない、沼澤が危ない。さあ小林の方が物色してますよ。そうですね、これリサイクルですよ、リサイクルですよ。小林さん、また割った。小林さん、もう本当にね、まあ次休憩だから、まあちょっとまあいいかなっていう感じもありますけどね。西部劇じゃないんですから。ちょっと流血の方が気になります。しかし、まあ、さらに、ああ、また、やめろ、やめ、や、遊んで、遊んでます。これはもう本当商店街プロレスの時の剣道長崎を見るように、これも面白い、あれも面白いと。さあ、いった部分でね、本当にこれ LP 版ですよね。そうですよ。45回転。いやいや、シングル版で、LP 版、LP 版ですね。33回転ですね、はい。そのシートではない、そのシートではない状況ですね。松葉杖を、片や小林選手が何を開けてるんですか。ポニーちゃんですね。さあ、沼澤選手はポニーちゃんを持っています。あ、さあ、ポニー対何を狙うのか。あ、スッポンですね、はい。正式名称、今のところ調べておりませんが、まあ、首取りを、危ない。あ、ポニーちゃん、ポニーちゃんで2度なんと。さあ、3度目です。ポニーちゃん3度目のポニー。あんまり痛くねえんだから。ああ、いったいった、接続完了か。あ、さあ吸引だ、吸引だ。ああ、いった、つきました。これでもうね、脳みそが割れることもないでしょうから、はい。あ、さあ2人ともなんか持ちましたよ。2人とも持ちましたね。キーボードですね。キーボード、沼澤キーボード。さあ頭からなんか飛び出してますよ。ああ、いった、あ、いた、飛んでます飛んでます。 A も B も C も D も、はい、Z も。
さあ、全ての iPhone も全部飛んでますね。さあ、ちょっとフライパン、やめろやめろ、お前らフライパンと何ですか。包丁です。包丁はダメでしょう。ダメです。古くはね、大田区体育館で維新的体、はい、ちょっと包丁危ないだろうと。包丁これね、あれですよ、ちょっと沼澤もこれちょっとビビってますね。誰かを盾にしてますね。過去で言えばね、おい投げましたよ、上田馬之助対維新力。ありましたね、デパ包丁ありましたね。さあ、なんか持ってきましたが、何ですかこれ。これ鉄柵ですね。もうホールの備品ですよこれ、ね、大概怒られるのはあのこの会社の統括部長とかなわけなわけですよ。トーニーの白川市シャワー、トーニーの白川市シャワー、さあ、あれ危ないって、危ないって、おい。さあ、会場がもうまさにね、さあ、竹槍を持ちます。あー、いった、危ない。おー、あれ要は核ミサイルを竹槍で迎撃したようなもんですからね。迎撃できるもんです、ね、できるですね。石破防衛庁長官にこれ見せても見せない。あ、やめろって、後楽園の椅子は5250円、ダメだってよ。ちょっとこれコストパフォーマンスの悪いし、悪いですね、まあ、パフォーマンス自体は非常に面白いのでいいんですけれども、コストがかかりすぎですね、ダリスト的には。さあ、ポニーちゃんが横たわっている横で小林が何を狙うんでありましょうか。こういうのは他団体参戦した時にやってほしいです。あ、ちょっとフライパンですよ。あ、小林もフライパン取りました。おっと、うわーい、これは何ですかね。あ、我慢比べですね。うわー、おお、男らしい戦いですよ。これはどうなんでしょうかね。テフロン加工とかそういうフッ素樹脂とかではないんですかね。というかですね、お互い頭打ちすぎて、かなりもうちょっと試合中バカになってきてますね。そうですよね、さあ、大根の攻撃をしたところで小林が、さあ、得意のやはりここはプロレス技、はい、エルボーを見合っていくんでしょうか。またなんか物色しに来ましたね。物色していますね。あ、画鋲ですか。これは画鋲でしょう。うわ、普通に当たり前のように広げましたね。これが大日本の日常なのか、はい、あ、うわ、あ、返した。いや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 、痛い痛い。あ、なんか拾いましたよ。あっちに入れた。危ない危ない。おう、わあ、口から画鋲ですよ。口は血が垂れてますよ、口から。マウスイン画鋲、マイス。またなんか持ちましたか。あいた、あ、ちょっと、お、あいた、あ、大根おろし、おろしですね。いいです、これもみじおろしになってますよね。そうですね、ECW だったらチーズを粉にするやつを凶器使ってましたけどね。この辺はやはり和風テイスト。あ、なんだ、何持ってるんですか。何か、コバちゃんの読み、おもちゃ、あいた、コバちゃんの読み、ムチだよ。うわ、いてぇよ、ムチは、うわ、いてぇ、信じらんねぇ。 M 字ですね、 M 字開脚、コバチ開脚。さあ、醜いものを見せてしまいました。さあ、次は、やかんで、ついにやかんが出ましたね。ファンからね、この似顔絵の描かれたやかん。あー、危ない。さあ、これは、さあ、いった、いや、うわー、おい、その下は画鋲だぜ。あ、さあ、いった、狂ったドロップキック、全てが狂っている。さあ、さらにスライディング、いった、スライディングキック。なんか探しますね、また。なんか探してますね。いや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 、すごい展開になってまいりました。数々のアイテム、これだけ使いこなした沼澤、そして小林、はい、いや、何を狙っていくんでありましょうか。小林がちょっと、そうですね、本部席前ですね。本部席前であります。机椅子を、ということはステージ席を何か利用した何か攻撃を狙うでしょうね。まあ、小林選手というのは体重がかなり120から130ありますから、はい、そういった選手があれだけの高さ、うわお、いいんですか、本当に。これはちょっと片付けが大変です ね、これだけやるとね。あ、キューピーですね。あ、これ威力は問題があります。ないですね、キューピーちゃんが血だるま、
キューピー3分クッキングのような状況に今なってますね、はい、あれは多分フェイントですね、キューピーだからと油断してるところにフライパンが来た、ね、あそれオークション出せばね、はい、うん、もったいないですね、うん、3月のフリーマーケットやるのに、やるのに3月13日のフリーマーケット1万円ぐらいはついたかもしれないですね、ないのに残念。さあそんなところで、さあ男たちの真剣な戦い続くわけでありますが、はい、コーナー入り乱れた、まさに本当になんて言うんでしょうかね、デスマッチの中でもユーモラスな戦いを見せますが、しかしこれだけの男、体を張っています。できませんよ。ですよね。さあこの後楽園ホールではシャルウィーダンス、そしてペットショーなども行われるわけでありますが、はい、このそのフロアに、硬い硬いフロアに、さあ小林をつけていこうというんでありましょうか。人を見舞ってきましたね。どっちがこの山の餌食になるかですね。そうですよね。一応誘っているのは沼澤なわけですけども、あさあ山嵐このまま、あ危ない危ない、開いた、あのカメラさん見えませんでした、ゴングを使って何か逃げ出したようですね、はい、えやべえ、さあ、ま、うわー、来た、さあこれは沼澤選手ちょっとチャンスですね。さあいやちょっと待ってくださいよ、なんか行きそうですよ、何を行くんでしょうか。大変です、選手は離れてください、選手は移動を上げてください、大変です。さあファン参加型のこのデスマッチ、はい、いった、あセントコーヒーロー、小林のダメージちょっときつそうですね、はい、このままリングアウトはないのか、ないんですね、インドマグロのような形になってますね、はい、これは引きずってでもリング入れた方が良かったかもしれない、ロープを外しますか、なるほど、この時間を利用しての、うわうわ考えますね、狂ってますね、はい、大日京時代、沼澤京時代であります、なんだ今威嚇してますよお客さんを、そうですね、さあ非常に手際のいい、やはり、はい、非常にキューキュー回していきますね、いややっぱり大日本の選手はリング組み立て回転大手のもんですね、そうですね、ありとあらゆる作業をこなしていきますこの大日本、さあ大根のマークルインのようなことやってますけどね、くる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 回して、さあこれこのまま外しそうですね、勢いとして、はい、あーいたスパナで一撃食らわして、これはロープを緩めるだけではなくやはり外したいんでしょうか、はい、しかしねこれ本当に設営に時間かかるとようにこれ簡単には外れませんよ、これひょっとしたらあのメインのノーロープ有刺鉄線マッチのために今から外しておこうとかそういう、ああでもこの後また関本選手のねシングルマッチもありますから、さあ小林を立ち上がるたびにこのまま打ちつけていきます、スパナで打ちつけていきます、さあお客さん逃げてくださいよ、そうですね、さあまたどうするんですか、とにかくこれ外したい、そうですね、これでまた巻いて戻したりしたら何だったんだろうわからないそうですね、さあ沼澤これ1本外したところで良しとしていますね、4本全部、あおそらくロープをロープとして使おうとしてんじゃないですかね、全部なるほど、ロープをロープとして、はい、当たり前のような気もしますが、リングのロープを締めるような、形で何かこう首に締めたりそういったものを狙ってるんでしょうか、はい、しかしこの突出した器具というのも体にね非常に危険ですからね、非常に重量もありますから、なんだ、あ喉ですね、そうですね、喉チンコならいいでしょうね、奥さんも、いや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 、あセカンドロップ、あ行った、おお本当大丈夫かこいつら、はい、もうなんか、アドレナリンが出すぎてわけわかんなくなってるんでしょうね、そうですね、今後ねあのあるある大事件とかでねアドレナリンの数値測ってもらいたいですよね、そうですね、さあそういった中でリングの中では、はい、やはりロープを使いますね、あでもこれでギブアップ取れますよ KO とか、そうですよね、これご覧いただいている方ね、ご存知の方も多いと思いますが、そのゴムのチューブ等ではなくて中にあのワイヤーが入ってるんですよね、これあのミスターポーゴの公式系と同じパターンですね、なるほど、やはり埼玉にはそういった血が流れているのか、さすが本庄出身ですね、あカウンター9番小林、さあどうでしょう、さあちょっと締まってきましたね、はい、やっぱりね、あのロープ自体に重さがあるのと太さがあるのでうまく締まらないという可能性もありますね、なるほど、さあ失神しましたか、失神しましたかって普通に言うのもすごいですけどもね、動けないです ですね、あ返した、カウント2、無呼吸状態だったみたいですね、おお取った人にありがちな、ああ、いた、うわぁ来てみっかな、おぉ、すげえ、
ああ急所ですよ、新婚さんの急所、あっラッドーイ、会長ロンブロスか、いったネックブリーカーのような形になりましたね。いや信じられないな、これはこれはどうやって終わるんですか ねえ、さあカウントは2だ、ただどうなんでしょう、お笑ってますよ、笑ってますね、なんださあ何か取り出しましたね、やかん、再び夜間ですね、これあのお湯沸かす用の夜間ですね、そうですよね、お湯かける少女ビーダー、なんか何が出てきて、何や、ガビョー、ガビョーだ、これは油断してましたね、そうですね、夜間開いた、開いた、いやまさにドリフですね、夜間から画鋲とは驚きましたね、あうわうわうわ返した、小林返した、一撃必殺のボディスラムになりますよ、いやすごいですよね、そしてまたこのデスマッチがその遺恨も恨みも何もない、はい、そういった中で行われているデスマッチ、そしてこれだけ壮絶、それだこれだけタフネスな試合を見せてくれます沼田、クラッカーだ、パラシュートが出ましたね、ましたね、なんとかね、あのように第2本も軟着陸したいところですが経営的にはまだまだ厳しいところがあります、はい、さあ何を、ええラナを狙おうとしたみたいですか、場外へのラナですか、はい、あ危ない、うわ無茶だ、あさあ小林が滑った、滑る、うわいドロップキック、どうしたらいいんだこいつらに対しての評価は、もうなんか微妙なとこですね、これをどう評価するかというのは、いや僕としてはね最大級の賛辞を与えたいんですけれども、お下げください、お下げください、このバサいったー、蛍光灯まみれ、いや画鋲まみれの中小林がこのバカチンガーエルボーを打っていった、しかし押しむらくはエニウェアではないんですよね、そうですよね、エニウェアでしたらリングの外でもホールカウントが奪えるわけですよね、エニウェアだったらこれで決まってたかもしれないですね、なるほど、さあリングの中に再び小林が沼沢を入れます、決めちゃうぞ、あっ決めちゃうぞこの野郎ってね、コバドライバーですか、なんかメジャーのタイトル取ったしたから、あーいった、しかしこれは切り返した、切り返した沼沢でしたがこれも2、あーいったー、うわーすげー、あー返した、さあ2人の戦いが佳境に入ってまいりました、いいぞいいぞ小林、アブドーラエンズイ、そしてパワーパワー、今日は見せたことのない技をね出しますね、出しますね、出します、出します、あ返した、ちょっとした天竜源一郎のフルコースですよね、ですよ、エンズイからのパワーボム、さあ小林いけいけ、コバドライバーだ、いけいけいけ、いった、決まったか、決まったでしょう、スリー決まった、ダメだね、でもね、ちょっと気になりますね、画面でしょうかね、スリーカウント非常にあの聞こえづらかったんですが、砂漠に行くとね、手にもね、画面が刺さるような、どこだったってね、本当にしょうがないわけですが、レディーもね、レディーとかしても大変ですよ、ですよね、さあ、そういった中で戦いの主役はこの男たちであります、アブドーラ小林、沼田崎、まあ初戦第1戦敗れてしまいましたが、内容はあっぱれでした、でしたね。